次は高騰が続く原油価格についてですまもなく本格的なシクラメンの出荷を迎える涌谷町の農家にも影響を及ぼしています涌谷町ケカツ山で季節の花を栽培する涌谷園芸ファームではこの時期クリスマスやお歳暮に向けビニールハウス内で40種類1万5000鉢のシクラメンを育てています夜の寒さで花を痛めないように 暖房でハウス内の温度を十五度ほどに保つ必要がありますが。使う重油の量は一日およそ二百リットル。以前は一リットル六十円台だった価格も現在九十七円まで値上がりしています。暖房の温度を下げ時間を短くするなどできる対策はしているものの。今後寒さが厳しくなると使う重油の量は一日三百リットルまで増える見込みです。 われわれのなんていうんですか、努力だけではもうどうしようもなくなってきてるのかなというふうな実感としてね、とにかく大変厳しい時代に入ったなと思っていますさらに先月から、ビニールなどの資材の価格も1割ほど高くなったほか、運送コストも1500発で9万円ほどだったものが15万円と値上がりし、経営を圧迫しています。 来年の春までの間に、まあ、とし灯火じゃなくとも、まあ、農家にんなんとか国人の方でこれぐらいは上がった分はなんとか調整してやるからね頑張れよっていうふうな感じにしてもらえれば助かるなと。 本当に皆さんからすすると本当死活問題ですよね石油情報センターによりますと4日開かれました産油国で作る国際会議で世界的な石油需要に対して増加増追加増産が見送られたため高値水準が続くかどうか今後は不透明だということです。